ならちょっと難しい仕口を見せたるわ。金剛組はお家を作ってないんだけどね。孫がファンなんだよ。緊張するな。棟梁さん、はじめまして。ハローキティです。はい、はじめまして。わしが金剛組の棟梁や。気合入っとるね、キティちゃん。頑張ります。うん。木の香りがとっても素敵ですね。そうやね。材木屋さんが仕入れてくれた質の高い日本の木材ばかりや。この木がお家になるんだ。金剛組はお家を作ってないんだけどね。我々は宮大工なんや。せやから普通のお家は作らないんや。大きな木で神様や仏様のためにドーンと大きな建物を作るのが仕事なんや。うわー、大きい。でも大丈夫。キティちゃんが興味を持っとった千年以上も長持ちする木の建物を作る宮大工の技術を教えたる。今の日本の住宅にも一部応用されて使われている技術なんやで。よろしくお願いします。宮大工の勉強してるの？そう、ここで未来の匠を育てとるんや。みんな真剣なんですね。せや、キティちゃんにはここでいろいろと学んでくれたら嬉しいな。私もカンナやってみたい。お？こうかな。うん。へい。こんちは。初めてにしてはなかなかやったで。丁寧にカンナをかけた木はツヤツヤ美しいし、水を弾くから雨風にも強くなるんや。たくさん訓練が必要ですね。せやから頑張ろうな。それと今日一番の目玉、継ぎ手と仕口を教えたる。木以外を使わない建築方法で木と木を隙間なく組み合わせる技法ですよね。せやせや、よく勉強しとるな。200以上ある伝統的な技なんや。木だけで組んどるから腐りにくくて長持ちする。それに地震が起きた時に木と木のつなぎ目が振動を吸収するんや。すごい、地震にも強くなるんですね。カンナも継ぎ手も仕口も全部建物を長持ちさせるのにつながるんですね。せや、宮大工ならではの技術をずっと継承することで建物を千年以上も補修しながら大切に守ることができるんや。うわー、技術の継承、キティもできるかな。頑張ってみます。よし、ならちょっと難しい仕口を見せたるわ。この組み合わせ方がわかるかな。まあいきなりはできへんか。できた。できた。すごいな。キティちゃんは未来の巨匠やな。金剛組さんってすごかったね。継ぎ手も仕口もとっても奥が深いな。いい日本の木材を匠の技術で長持ちするように工夫してきたから日本の木の建物は長く残っているんだね。よし、キティ
キーも千年の頃お家を建てるよ。頑張る。キティの夢のお家作っちゃう計画。25% 完成だよ。ふぅ、そしてわびさびといえばお茶室だよね。キティの作る木のお家にもすき家作りの素敵なお茶室が欲しいな。なので次回は京都にお茶室作りの匠に会いに行くよ。